どうも、こんばんは、イナムです。今回は、東京グールリ、インボーク、タンゴの節句派遣ガシャが登場しました。勇士の鎧兜、佐々木敗聖、独眼竜の鎧兜、睦月徹ということで、真田幸村敗聖と、伊達政宗睦月が登場しました。早速、キャラの詳細の方見ていきましょう。いやー、二人ともかっこいいですね、めちゃくちゃ。まずは敗聖からですね。5突した時、吸収成功率 25% アップの時短10分のレア獲得率アップ 30% 来たね。これなんかいたっけ？なんか前の季節物でいたよね、1人だけ。で、時短 SSR と、これは成功率アップを2つ持って、時短2つ持って、で、30% アップを持っているという。で、連携が、ポイント2倍ね。あ、これいいね。これ起きてえな、俺これ。自分のフレンドの一覧のとこに。で、逃走ステータスはこんな感じですね。防御アップアップ。これは素手か。素手ですね。移動レート1アップの HP1000、クリティカル1000。まあ、ちょっと逃走についてあんまアドバイスはできない。で、睦月ですね。ごとした時に新情報の獲得率アップが 30% で、時短こいつも2つ持ってますね。SSR15 分と20分で、占領ポイントアップが 1.7 倍で、成功率は 8% アップ。まあ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 だね。獲得する占領ポイントが2倍。で、こいつ、陣営も、疾風陣雷出た。疾風陣雷持ってるな。まあ、ご突した時なんだけど。1000アップ、100アップで、攻撃レートが1アップ。ああ、いいね。攻撃レートって結構重要なような気がするんだけど、レートがアップした方がいいのか、同時攻撃アップした方がいいのか、どっちがいいんだろうね。結局のところ。で、こいつもあれだね。占領ポイント2倍だね。まあ、個人的に睦月を置きたいな。睦月をフレンド欄に置きたいな。イラスト的には、睦月の方が好きだね。独眼竜、伊達政宗。まあ、ご突する必要はないかな、個人的には。なんで、ちょっとこいつ複数体欲しいけど、まあ、二人とも揃えたいな。こいついいね。時短二つに占領ポイントアップ SSR 一枚持ってるんで、かなり優秀なんじゃないかなと、はい、思います。で、確定枠、ステップ2で、確定なので、今回は。前ステップ3だったような気がするんだけど、違かったっけ ?10 連2回引けばね、派遣ピックアップどっちかが1体確定出ますよと。でもまあ、俺は、まあ、2回でね、二人とも。4回は引きたくないから、ちょっとね、さすがに。最近ガチャ引きすぎて、2周年からこうガチャ引くペースが、やばいんで。まあ、今回も確定枠1回だけね、とどめておこうかなと。狙うは睦月。おっと？さあ、初手 SSR は久しぶりだぞ。まあ、こういう時大体出るんで、ピックアップ。まあ、こういう時大体出るんで、調子乗ってる時案外出たりするんで。はい。操作感。ここで、敗聖を出して、確定枠で睦月が出ると。そういう魂胆ですよね。で、レンが聞こえた瞬間に、イエース！これ、予言通りじゃないか。ここで敗聖を引いて、確定枠で、睦月を揃えていく。さあ、確定ですね。もしかしたら、ここで2枚出て、もう1枚敗聖が出て、睦月が1枚出るかもしれない。という神引きを見せてしまうかもしれない。久しぶりに。最近神引きをしてないからね。若干ガシャ引くときテンション低めなんだけど、爆死っていう爆死もしてないから、確定枠があればなんかもうなんかあれだよね、爆死っていう概念はないような気がするけど。さあ、タラララランが聞こえた瞬間に睦月、イエース！やったぜ。揃った、二人とも。マジで嬉しい。これ、どっち置こう？いや、フレンド欄には、睦月を置こうと思います。というわけで、今回は、タンゴセックガシャ、真田幸村敗聖と、伊達政宗睦月、めちゃめちゃイラストかっこいい二人、無事ね、確定枠一周で二人とも、揃えることができました。というわけで、お疲れ様でした。また、次回の実況動画でお会いしましょう。